片岡氏は、京都福瀬郡久美山町出身の元プロ野球選手、コーチ、野球評論家、ユーチューバー、タレント、芦ア屋ア大学で客員教授を務めていた。中学校時代は、シニアリーグのチームに入っており、後に、PL 学園で、同学年のチームメイトとなる、ボーイズリーグ出身の立浪和義とは試合をした、ことがなかった。シニアでは、 京都の怪物の異名を取るほどの強打者として有名だったが、PL 学園時代は体は大きいが容量が悪く、洗濯機を奪い合う競争にもいつも負けていた。同期の一年生たちが先輩たちのユニフォームの洗濯を終えて眠りを貪さぼるンや、ようやく片岡は洗濯機に先輩のユニフォームを突っ込んでうなだれているというありさまだった。そんな片岡の様子を 立浪はいつか寮から逃げ出すのではないかとずっと心配していたという。高校2年の秋の大会ではレギュラーのポジションを取ったもののバッティングには安定感がなく左打者である片岡は相手チームのエースが左投手だとスターティングメンバーから外されて悩んでいたという。当時大阪桐蔭高校の1年生には後にタツとともに中日ドラゴンズでプレーする 左のエース、今中真嗣がいたため、彼が出てくると先発から外された。また、ここという、大一番で、出番がないのが、片岡の課題だった。そんな片岡になんとかレギュラーに定着してほしいと、達波は、寮で同じ部屋になったという。秋が深まり寒さが厳しくなった時期、悩むくらいなら、毎朝一緒に落ち葉破棄をしないか、と達波から提案され、 毎朝5時半に起きて約1時間、グラウンドの周りの落ち葉を掃除し続けた。最初、片岡は竜波から起こされても、なかなか布団から出ようともしなかったが、火を重ねるにつれて、片岡も自分から起き出すようになり、竜波曰く、晴れやかな気持ちで1日が始まる快感を知ると、最初の眠気にさえ勝てば、むしろ楽しみになるほどとなり、落ち葉がとうとう落ちなくなるほどまで続けられたという。 この落ち葉破棄の成果かどうかはわからないが、春になって、片岡のバッティングはメキメキと良くなり、片岡はすっかり不動のレギュラーとなった。PL 学園高校時代、4番打者として1987年春の第59回選抜と、同年夏の第69回全国選手権で優勝を果たし、甲子園史上4校目となる春夏連覇を達成。同期に、立浪、 橋本清野村博志ら、一学年下には、大学でも、後輩となる、宮本真也、二学年上には、清原和弘、桑田雅美の経験コンビがおり、片岡は、清原の付き人であった。また、二学年下には、清原和弘の弟の清原康二がおり、三年児の、片岡の付き人であった。卒業後は、同志社大学に進学。 関西学生野球リーグでは1989年春季リーグで首位打者になる。AS 杉浦正則を用紙1990年秋季リーグで7年ぶりの優勝を飾る。同年の明治神宮鎮座70年記念明治神宮野球大会でも決勝で立大を延長12回の熱戦で下し優勝。リーグ戦通算91試合出場311打数100。 アンダー、ダリズ、322、10本類四48打点、ベストナイン4度受賞。1991年度ドラフト会議にて、日本ハムファイターズから2位指名を受けて入団。担当スカウトは、大学の先輩である、宮本義美選、1992年4月4日の西武ライオンズ戦に、7番、三塁手で先発し、プロ初出場。この試合で、 工藤君康からプロ初ヒットを放った。4日後の近鉄バファローズ戦では、入木聡からプロ初本塁打を放った。西武がリーグ3連覇を決めた9月30日の試合では、塩崎哲也から左皮に打ち取られ最後の打者になっている。1年目から3塁のレギュラーとして出場し、125試合で打率290、10本塁打をマークし、 規定打席にも到達するなど活躍した。新人王は高村優に譲ったが、その活躍から特別表彰を受けている。また、入団の際に大学卒業に必要な単位が不足していたため、1年、留年し、シーズンオフに残存単位を取得して卒業した。1993年はオールスターゲームに初めて選出された。同年は打点と本塁打が前年より減り、 三振数は102を記録したものの、打率287と安定した打撃を見せた。1994年は2年ぶりに2桁本塁打をマークしたものの、肘の故障に苦しみ99試合の出場にとどまり、打率も2割台前半であった。また、チームも10年ぶりの再開に終わった。1995年は、肘の状態を考慮して1塁にコンバートし、 二年ぶりに100試合出場を超えた。規定打席には到達したものの、打撃不振は変わらず、二年続けて100安打に到達しなかった。1996年はこれまでの不振を一掃する活躍を見せ、自身初の3割となるリーグ2位の打率、315を記録し、15本塁打をマークした。百九十七年、読売ジャイアンツから自由契約になった。 落合博光が加入した関係で一塁から三塁へ、再びコンバートした。打撃では3割は逃したが、17本塁打を放った。1998年は、前年同様17本塁打をマークした。また2年ぶりの打率3割と、最多支給を記録し、最高出塁率のタイトルを獲得した。 オフに出演したプロ野球オールスタースポーツフェスティバルの相撲競技で右肩を脱臼した。1999年4月7日の西武戦でプロ初先発の松坂大輔が投げた時速 155km の速球に片岡は豪快な空振りをした。その映像は松坂のデビュー戦のハイライトとしてよく使用されている。試合前にはデータでは松坂は 変化球投手だと分析しており、前日に食事をした金村義明にもそう語っていた。後に、片岡は、松坂は僕の空振りを見て、自分のボールに自信がついたんだろうと、冗談交じりに語った。しかし、それ以後片岡は松坂を得意としている。同シーズンは、この、松坂の初対戦時のフルスイングで脇腹と、ひらめきんを痛めてしまい、故障を抱えたまま戦ったため、 前年の成績を下回った。2000年4月2日の西武戦で、土井義弘からソロ本塁打を放ち、プロ通算100本塁打を達成した。5月31日の福岡大英ホークス戦で1000試合出場を達成した。6月13日の近鉄戦では1000本安打を達成した。6月30日の大西武戦で9回裏に、 松坂のノーヒットノーランを阻止するヒットを打っている。打ったボールは前年からブリを喫した高めの直球であった。同年は節目ガらけの年となり、打率290で自己最多の21本塁打97打点をマークしたほか2年ぶりに最多支給を記録した。また1997年から2000年まで4年連続でオールスターゲームに選出された。 2001年は、打撃3部門すべて前年を下回る成績で、出場試合数も106試合と前年から、やや減少し、打率も、254で終わるなど不本意な成績となった。チームも7年ぶりの再開に終わった。同シーズンオフに、FA 宣言し、12月21日に、星野先一が監督に就任した阪神タイガースへ、移籍。このオフに結婚。 夫人は当時大学4年生だった。その後、二次を設ける。日本ハム時代は選手会長としてチームを引っ張る立場だった。岩本つとむはテレビ番組でマウンド上でくじけそうになった時も片岡さんが後ろから励ましてくれてありがたかったと話している。また、小笠原道弘がまだ新人だった頃、その才能を見抜いて熱心に指導を行い、 小笠原本人も、いつも、片岡さんの背中を追いかけていったと語っている。後に、小笠原が、FA 宣言し、日本ハムに残留するか、読売ジャイアンツへ移籍するか迷った時に、最初に相談した相手は、片岡であった。2002年は2年ぶりにオールスターゲームに選出されたが、シーズンではセ、セリーグのバッテリーの配給に苦しみ、120試合に出場して、 規定打席には到達したが打率228、11本塁打、46打点と不本意な成績で終わった。2003年は規定打席には到達しなかったものの勝負強い打撃で復活し、阪神のリーグ優勝に貢献した。チームが優勝を決めた9月15日の広島東洋カーアップ戦では8回裏に代打で登場して、 同点ソロ本塁打を放ち、9回裏にも 1C1 塁から、右前へのヒットで1点3塁として、赤星のリヒロのサヨナラ打を演出した。最終的に110試合の出場で打率、296、12本塁打、55打点の成績を残した。12本塁打は、阪神移籍後最多だった。2004年は、新監督に、現役時代阪神のスターだった。 岡田秋信が監督に就任。新外国人のマイクキンケードが加入し、三類のレギュラーを争うことになった。開幕スタメンこそのガシタがキンケードの故障離脱で、スタメン出場が増えた。しかし今度は片岡が不調に陥ってしまい、開幕から遊劇手で起用された新人の鳥谷、隆が、打撃不振のため数試合でその座を藤本厚に譲り、その鳥谷が、 片岡の不調に伴って三塁手に配置転換されるとそのまま定着したため代打に回る機会が増えた。最終的に出場機会を確保できず46試合の出場にとどまり、打率も200と不振で本塁打も9年ぶりの一桁に終わった。2005年は鳥谷が遊撃手に戻ったものの三塁手に今岡誠一塁手には アンディシーツが起用されたことでこの年もレギュラーで起用されなかった。代打で6打席連続ヒットを記録するなど、ここぞという時の切り札として活躍したが、全体では50試合の出場で、前年同様低調な成績で終わった。また、本類打数はプロイリアとワーストの一本だった。この年チームは2年ぶりにリーグ優勝した。2006年は、 関本健太郎らにポジションを奪われ、さらに相次ぐ故障から前年同様50試合の出場に止まった上、本塁打がわずか1本で打率も1割台と打撃不振に陥り、シーズン終盤に戦力外通告を受けた。これを受けて体力的な限界もあったことからこの年をもって現役を引退。阪神ではシーズン100安打を打てず、 規定打席に到達したのは2002年の1回だけだった。引退試合となった10月12日の中日ドラゴンズ戦では6番三塁手でスタメン出場し左翼を守っていた名優である立浪の頭上を超えるにルイ打を放つなどに安打で優秀の美を飾った。胴上げには阪神選手のほか中日から立浪谷重元信、井上和樹、 PL 学園の後輩である、福留光介、日本ハム時代のチームメイトである、奈良原博上田圭藩も加わった。引退セレモニーでは立浪が花束を贈呈し、片岡と厚く抱擁を交わした。2007年から3年間富士テレビ、関西テレビの野球解説者、スポーツ日本の野球評論家に就任。関西テレビの、ぶったま。 では、阪神の一軍打撃コーチに就任した広沢勝美に代わり、レギュラーコメンテーターを番組終了時まで務めていた。また、日本ハム OB e ということで、STV アタックナイターファイターズスタジアム解説者として、北海道のラジオでも解説を担当している。2007年9月29日の千葉マリンスタジアムでのロッケ対日本ハム戦は、 日本ハムのリーグ優勝がかかっていたため、STB ラジオ制作として、片岡の解説で千葉から放送を行い、NRN 系列で全国放送された。2008年2月4日より、広瀬哲郎の公認として、スポーツワイド F の炎スポーツ北海道の野球解説者となる。これは、片岡の北海道で初のレギュラー番組である。2010年シーズンからは、 阪神に一軍打撃コーチとして復帰。コーチ一年目はチーム打率。289の球団記録を残すなど、シーズンを通して打線が好調だった。2011年12月9日、野球連動入り候補者名簿、プレイヤー部門に掲載される。2012年は、チーム打率はリーグ4位、チーム本塁打はリーグ再開と低迷し、責任を取って辞任。 2013年から再び3年間、富士テレビ、関西テレビ、北海道文化放送の野球解説者、スポーツ日本の野球評論会復帰。また、芦ア屋ア学園スポーツモダニズムプロジェクトの一環として、芦ア屋ア大学の客員教授を務めた。2015年には、上記の活動に加え、札幌テレビの北海道日本ハム戦中継で、解説を担当。 シーズン終了後の10月27日、阪神の一軍打撃コーチへ、再び就任することが発表された。2018年は一軍ヘッド兼打撃コーチとなったが、チームの打率と得点がリーグ5位、本塁打数がリーグ再開に低迷し、チームも17年ぶりの再開に終わった。10月14日、球団へ辞任を申し入れ、受理された。2019年からは、フジテレビや、 関西テレビ、北海道文化放送の野球解説者、スポーツ日本の野球評論家に復帰する。YouTuber 活動を行っている、高木豊のチャンネル動画に、幾度か出演していたが、同年10月12日より、自身の YouTube チャンネルも開設し、YouTuber 活動を本格化させる。初回投稿動画には高木も出演した。11月29日には、 PL 学園の2年先輩である、清原和弘との YouTube 動画の撮影を行い、12月上旬から4本の動画を投稿。清原は、覚醒剤取締法違反で、有罪判決後、まだ執行猶予中の身分であることもあり、反響を呼んだ。清原が監督を務めた、同年のワールドトライアウトでは、片岡は打撃コーチを務めていた。 2020年4月14日、新型コロナウイルスへ感染し、8日から入院中で、あると自身の YouTube チャンネルへの動画投稿をもって、公表した。投稿された動画は片岡による病床での自撮り映像で現状を報告したもので、鼻に酸素吸入のチューブをつけ、呼吸をするのも苦しそうなとギレ途ギレのかすれ声で、うつろな目をしながら話すという衝撃的なものだった。 ファビピラビルを服用しその後は回復し、4月24日に退院したことを報告する動画を投稿している。2021年からは日本ハム OB としてガオラの解説者としても活動する。2021年11月2日に中日ドラゴンズの二軍監督に就任することが発表された。ガニ股で構えて球を引きつけ、腰を沈めながら足を高く上げて、 フルスイングする独特な一本足打法が特徴の高打者。日本ハム時代はビッグバン打線の一角を担い、主に3番打者として活躍。1998年はつなぎの打撃で打線の潤滑油となり、抜群の選球眼でリーグ最多の113式を選ぶと、出塁率435で最高出塁率のタイトルを獲得。 内野守備も巧みで三塁手で二度、一塁手で一度のゴールデングラブ賞に輝いている。現役時代から徹底した権遠家である。PL 学園の同級生には、鍋山隆博もいる。日本ハム時代の2001年オフに、片岡は FA 権を行使すると、日に日に阪神に移籍したいという気持ちが芽生えていた。しかし、 当時監督の大島康則やチームメイトを裏切ってしまうことにならないかという気持ちもあり、思い悩んだという。片岡は父親から大島さんに決めてもらいと言われ、大島の元を訪れて正直な思いを伝えた。大島は片岡に対し、寂しいけれど他のチームから来てほしいと言ってもらえる選手に慣れたんだから素晴らしいことじゃないか。頑張ってこいと伝え、片岡は 遺跡をを決断したという日本ハム時代のの応援歌は小屋秀夫のテーマ曲を流用ファンファーレから始まる曲であった。阪神の応援団は、片岡の応援歌を作る際に、このファンファーレを継承。さらに、右投げ左打ち、実家は、日の木風呂リフォームリフォーム片岡厚という歌詞を付け加えた。もともとは、小さい頃からの夢を叶えるため、 やってきた。やってきた我らが厚しこの歌詞の由来は、日本ハム時代に、片岡が父親に送った実家の風呂の一番風呂に、金村義明が入るというプロ野球ニュースの不規格と推測されており、金村は後に応援歌のネタにされてしまい、申し訳ないことをしたと振り返った。なお、片岡が、打席で応援歌が気になると契約公開で発言したため、応援団は2003年までで、 片岡のファンファーレの演奏を止め、この歌詞を新たに作り直した。なお、引退後は、阪神時代の応援歌について、今考えれば、それだけ応援歌が取り上げられることは、なかなかない。未だに、皆さんに、応援歌は良かったと言ってもらえるのでと語っている。ジャンクスポーツ出演時や、自身の YouTube チャンネルで、ヒノキ風呂ではなく、ヒノキのサウナだったことを証言している。 このエピソードを語った動画は投稿から1日で再生回数約3万7000回、高評価数1190件を記録した。チャンネル解説には先んじて YouTuber ーーとして活動していた先輩、高木豊の強い勧めがあった。高木はテレビの解説はクソつまらないが、普段は面白い。普段からのあの調子が出せれば一大、 人気者になれると片岡のトークがカメラが回っておらずリラックスしているところでは非常に面白いことを評価しており向いてるからやれとアドバイスしたのがきっかけとなったいずれも野球解説者として出演ありがとうございます